はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんエンマリュウレッドデーモンというモンスターをご存知でしょうか。あのこのモンスターですね、ジャックの漫画版のジャックのエースモンスターで、効果ねすごい強いんですよ。あの新パックでね、ゲットできるカードなんで、持ってる人はねぜひあのレベル8新キロモンスターで何入れようかと思ってる場合はこれ入れてもらえば結構強い動きするんじゃないかと思うんですけども、早押し新キロモンスターレベル8で一ターンに一度自分のメインフェーズ1でのみ発動できますよ。このカード以外のフィールド上の全ての表側攻撃表示モンスターを破壊しますと。豪快でしょ。クルムゾンヘルバーンって言うんですけど、効果でこの効果を発動するターン、このカード以外のモンスターは攻撃ができませんっていうことで、ちょっと惜しいんですよねこれ。要は1000アップさせたら、1000打点をアップしたら勝ってるじゃないですか、レッドデーモン。要は全部っ破した後にこいつだけぶん殴れるっていう効果で3000あるんで、だからいろいろ考えた結果、今回はクソデッキが爆誕したんですけども、まずやっぱりコンセントレートですねやっぱりコンセントレート、あのレッドデーモンでぶっ破した後にコンセントレートも勝てるっていう、そういうクソみたいな理論なので、バック除去もめっちゃ入れるし、コンセントレートも入れてワンパンする超あのノーシーワンキルデッキを組んできたっていう感じなんですけども、それ以外にもちょっと私は面白いモンスターを見つけまして、このね、メンタルカウンセラーリリーっていうモンスターなんですけども、これシンクロ召喚の素材になるとシンクロモンスターの打点が1000アップするよっていう、ターン終了時までっていう効果なんですよ。なんでこいつ4000でいきます。なんで、レベル5の特殊召喚できるモンスターと、メンタルカウンセラーリリー、この2体で、エンマリーを作るとワンキルですで、なんか俺持ってなかったんですよこれ。これ多分ねビンゴミッションかなんかだと思うんだけど、これビンゴミッションなんで、まあ、レベラポーシューと、俺ビンゴミッション、俺世界一めんどくせえイベントだと思ってるから、やらないんですよビンゴミッション、クソすぎて。なんでちょっとメンタルカウンセラーリリー2枚しか持ってないんですけども、3枚持ってる人は3枚入れてもらってもいいかなと思いますね。でレベル5のプリミティブバタフライかっていうモンスターを一応特殊召喚できるんで、これ入れてて、これ自分のフィールド上のモンスターが存在しない場合っていう超緩い条件で出せるレベル5で、しかもこれ自分でレベル6にもできるんですよ。なんでこれ、なんでこいつにしてるかっていうと、これレベル6にもできるっていうことは、これサイキックリフレクターでレベル6のモンスターを出して66でエクシス召喚ができるんですね。これ例えばプリミティブバタフライとサイキックリフレクター揃ってると、こいつ6にして、でリフレクターで、6のシンクロモンスター例えばスターだとチャージウォーリアーとか出して、で1枚ドローした後に、6と6でエクシーズして、フォトンストリックバウンサーができるんですよ。でこれが結構強くて、あとトレミスもできますしね。でちなみにトレミスでワンバウンスしてコンセントしても勝ちですこれ。はいいろんなねワンキルルートあるんで、その盤面に応じてね、破壊できないみたいなモンスターでも一応トレミスでバウンスしてワンキルみたいなことはできるんで、まあ、いろんなルートがあるんで試してみていただければと思うんですけども、まあ、ここのギミックはまあそんなにメインじゃなくて、まあ、こっちですけど、ね、基本的にはね、宇宙の法則っていう最強のスキルで、1000ライフ減るとサイキック属モンスターランダムでドローするっていう効果なんで、これでリフレクターを引いてくるっていう、まあ、基本的にはギミックになってます。はい、あとはまあシンクロモンスター汎用的なやつを入れているっていうだけですね。早速ですね、このエンマリュウレッドデーモンのクリムゾンヘルバーン見せていきましょう。デュエルスタンバイ。行くわよ。さあお相手の方カリバね。はいはい。さあできれば強ハンド。あカリバ相手にそのサイクロンとコズミックサイクロンめちゃくちゃ強いんじゃないか。全部攻撃表示出してくれたらマジで世界終わるよあなた。はいいいでしょう。はいはいいいでしょう。パフィーマ効果いいでしょう。で羽休めいいでしょう。で2体でシンクロ SC セット、羽休めセットセットエンドまで見ました。コツしてサイクロンして、リフレクターでエンマリュー出して、ぶっ破してコンセント勝ちですね。はいありがとうございますはい見えました。未来が見えた。はいはい3枚戻してどうぞ。2ドローどうぞ。3クスだけちょっと気持ち悪いけど3クスだけ本当に出してっていう感じですね。あー弱いね。ピッピッピッバタフライも来た。なるほど。コズミックサイクロンぶち込んでいく。でコズミックサイクロンで相手のセットカードを封じていく。はい、はい、さようならスワローズネスト。でプリミティブバタフライ一応出すで、リフレクター召喚サイキックリフレクターのモンスター効果発動。リフレクターの効果によってバスタービーストを手札に加えるという親の顔より見た動きで、親の顔より見た動きをしていく。バスタービーストを捨ててバスターノードを手札に加えていく。サイキックリフレクターの効果を発動。サイキックリフレクターの効果によってバスタービーストを、特殊召喚していく。レベルは3つ上げる。はいほい。そしてバスタービーストレベル7にレベル1のサイキックリフレクターをチューニング。漆黒の闇を裂き
天地を焼き尽くす孤高の絶対なる王者よ。万物を平原し、その猛威を震え、真紅の召喚エヴァリューレッドデーモン。レッドデーモンの効果発動、全ての攻撃表示モンスターを破壊する。クリムゾンヘルボーン。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、バトルフェイス行け。アブソリュートヘルジャッジダメージステップ骨折ライトワーぬるこのゲームぬるさあお相手の方、セルフ BGM ちょっとね、あのね、コズミック最後の3枚引いてるからね、これ分からせることできるんだけどね。これデッキトップコンセントレートがいいな。あ、でも赤守備表示モンスターいるかもしれないか。まあいいや、銀河講師、はいどうぞ。で、それではどうぞ。はい、それでフェル、それもどうぞ。フォトンスレム、まあ別にフォトンスレムはコズミック最後なんでぶちあればいいんで、まあそんなに怖くはないし、多分まあさすがにギャラクシーアイズフォトンドラゴンは攻撃表示で立ってくると思うんで、はいどうぞ。はいはい、いいですよ。ギャラクシオン効果でギャラクシーアイズ出てくる、出てくる。はいはい、 OK です。全く問題はございません。はい OK です。2クセ大丈夫です。3クセでも大丈夫でした。なんならリフレクターしか来ない。なるほど、コズミックサイクロン発動。コズミックサイクロンの効果によって相手のセットカードを1枚除外していく。そしてさらにコズミックサイクロンの効果によってさらに除外していく。ほよし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 よろしい。そしてサイキックリフレクターを召喚。サイキックリフレクターのモンスター効果を発動。サイキックリフレクターの効果によってバスタービーストを手札に加えていく。そしてバスタービーストの効果を発動。バスタービーストの効果によってバスタービーモードを手札に加えていく。そしてサイキックリフレクターのモンスター効果を発動。バスターモードを相手に見せつけることによって墓地のバスタービーストをレベルを3つ上げて特殊召喚。そしてレベル7のバスタービーストにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング。漆黒の闇を裂き天地を焼き尽くす孤高の絶対なる王者よ。モンスターをシンクロ召喚する。万物を平定しその猛威を振るえ、シンクロ召喚現れよ。レベル8エンバリューレッドデーモン。レッドデーモンのモンスター効果クリムゾンヘルバーン。強え強え強いけど、これ言うてこれ返されるんだよな。結構言うて返されるって。ちょっとあの本当にレベル4モンスター2体並んで、パラディオスだけ本当に読んでください。マジでマジで読んでください。本当に危ない。よかった。だったら多分これ展開できない。それは全然大丈夫。オッケー、ギャラクシーサイクルオッケー。危なかった。危ねえ。今言うてレベル4みたいなのやばいけど、エンマリューレッドデーモンもレッドデーモンとして扱う効果マジで好きでほしいんだけど、クリムティーバタフライな。で俺はサイキックリフレクターを召喚。サイキックリフレクターのモンスター効果発動。サイキックリフレクターの効果によってバスターミーボードを手札に加え、そしてバスターモードを見せつけることによってさらにまた再び過労してるぞ。バスタービーストがバスタービーストロッキー違反。バスタービーストを特殊召喚。もちろんレベルは7を上げる、3上げる。そしてレベル7のバスタービーストのレベル1のサイキックリフレクターをチューニング。王者のことを今ここに入れておなす。天地冥道の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。いやこれまあいいか、別にこれセットしちゃったらリクレット使えねえ。いけアブソリュートパワーボース。いいぬるい。はいはい、ぬるい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 。対戦ありがとうございました。さあお相手の方アスカさんですね、よろしくお願いします。デュエル3倍、バスターモードが、まあ、ある時は先行だったら普通にレッドデーモンズを出していくのが、まあ、基本的な流れですね。まあ、ちょっと若干のコンセントレートきつい問題っていうのが発生しますね。さっきからなんか無限に手札にコンセントレートしか来ないっていう。高校だったらめっちゃ強いみたいな感動が結構あるんですが、とりあえずバスターモードを相手に見せつけることによってバスタービーストを、特殊召喚。レベルは3つ上げる。ほい。そしてレベル7のバスタービーストにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング。リミット解放レベル8。王者のことを今ここにいると思います。天地冥道の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。カードを置きましょう。ガンセリック、これガンセリックしよう。これでターン終了で
言うてですね、このレッドデーモンズドラゴン後ろバスターモードはまあちょっと強いんで、ちょっとだけねちょっとだけ強いんで、てかだから深淵の宣告者キンモ、もうそれ犯罪なんだよそのカード、ふざけんなよ、キモいわこれ。バスターモードしたところで結局さモンスター墓地ねけど、めっちゃキモいわあのカード、おいでふざけんなよ。サイバーチェンジェル、何何このご時世に機械停止だと。サイバープチエンジェルって機械停止が入んねんもの。サイバーエンジェル弁天、あでもあれか、弁天サーチできるっていうことはあれか、儀式できるのなんでもないんだ。儀式の使い手、あそういうこと、深淵の宣告者相性いいなやばいやばすぎ、機械停止の儀式、あー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 、どうなのこれ、何これ、伊達弁天されてこれ、もしかして急に弁天リリースして、あーイダテン弁天来た、さあ来なさい、あこれいつなんだよ、47だけにどうぞ殺意高すぎるだろこいつ、ざけんなよざけんなよてめえ、波紋のバリあるかもしんないぞ、波紋のバリあるかもしんないぞ